クリストファー・マ・シューパー・アムリーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ロングビーチ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2006年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名され、6月22日に契約。ドラフト当時は、パワーヒッターという触れ込みだったが、プロ入り後の成績は中距離タイプである。契約後は、参加のルーキー級、 ガルフコーストリーグツインズで45試合に出場し、打率279.8本塁打、32打点、3盗塁だった。8月に A 級ベロイトスナッパーズへ昇格、11試合に出場し、打率227.2打点だった。2007年は A 級ベロイトで128試合に出場し、打率239.15本塁打、 70打点、8盗塁だった。2008年は、A 級ベロイトで69試合に出場し、打率、239.14本塁が、49打点、13、盗塁だった。2009年は、A 級フォートマイヤーズミラクルで123試合に、出場し、打率、258.16本塁が、73打点、2盗塁だった。年は、 AQ フォートマイヤーズと AAQ ニューブリテンロックキャッツでプレー。AAQ ニューブリテンでは111試合に出場し、打率275.6本塁が44打点3盗塁だった。オフの11月19日にツインズとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした。2011年2月26日にツインズと1年契約に合意。 3月14日に A 級ニューブリテンへ移動した。開幕後は A 級ニューブリテンで142試合に出場し、打率287.13本塁打、83打点だった。9月6日にメジャーへ昇格し、同日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。3番1塁で先発起用され、初打席でジェイク・ピービーからメジャー初安打を放った。 この日は4打数に案打1三振だった。その後は、小1塁手として固定され、21試合に出場。打率、355.4本塁が、14打点だった。2012年は開幕ロースター入りを果たし、開幕から1塁手として、先発起用されていたが、27試合の出場で打率。179と結果を残せず、5月15日に、 ジャスティン・モルノーが故障から復帰したため、トリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスへ降格。トリプル A 級ロチェスターでは15試合に出場し、打率375.4本塁が12打点と活躍。6月7日に再昇格した。昇格後は23試合に出場したが、小1塁手のモルノーからポジションは奪えず、7月5日にトリプル A 級ロチェスターへ降格。 7月21日にモルノーが父親3級リスト入りしたためメジャーへ昇格。2試合に出場し7月23日にモルノーが復帰したため再びトリプル A 級ロチェスターへ降格した。8月29日に再昇格後は一塁の他に右翼手として起用された。この年は64試合に出場し打率229.5本塁が19打点だった。 2013年は前年オフに、聖右翼種のベンリビアがフィラデルフィアフィリーズへ移籍したため、開幕から聖右翼種として起用された。開幕後は83試合に出場したが、打率は223まで落ち込み、7月14日にトリプル A 級ロチェスターへ降格した。その後、9月8日に最昇を格した。8月31日にモルノーが、 ピッツバーグパイレーツへ移籍したこともあり、昇格後は主に一類手種として起用された。この年は、自己最多の101試合に出場し、打率228.8本塁が24打点1盗塁だった。2014年2月28日にツインズと1年契約に合意したが、3月27日に40人枠を外れ、トリプル A 級ロチェスターへ降格した。 降格後は、トリプル A 級ロチェスターで32試合に出場し、打率305.7本塁が23打点と結果を残し、5月9日にツインズとメジャー契約を結んだ。この年からジョー・マウアーが一塁に転向し、開幕から右翼に起用されていたオズワルド・アルシアが故障で離脱していたため、契約後は右翼主として起用された。五月十五日に、 アルシアが復帰し、その後は定位置を確保することができないままシーズンを終えた。この年は87試合に出場し、打率256.7本塁が28打点だった。オフの12月13日にディーフとなり、12月23日にトリプル A 級ロチェスターへ降格した。2015年1月26日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。 開幕は、参加のトリプル A 級ノーフォークタイズで迎え、6月16日にメジャー契約を結んだ。オリオールズでのデビュー戦となった、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦で6打数3安打で、うちに本塁打3打点と打棒が爆発。また、この試合でチームは、歴代球団記録の1試合8本塁打を記録し、19から3で対象した。7月31日に、 ジェラルド・パーラの加入に伴ってディーフとなり8月8日にトリプル A 級ノーフォークへ降格した8月14日に前腕の骨折で故障者リストに入った10月8日に FA となった2016年2月23日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結び同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった開幕は 参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで迎えた。6月4日にマーク・テシェイラの15日間の故障者リスト入りに伴い、メジャー契約を結んで25人枠入りした。昇格後は6月8日のロサンゼルス・エンゼルス戦で2本、塁打する活躍もあったが、10日に右足のハムストリングを痛めて15日間の故障者リスト入りした。8月13日に復帰したが、 同日中に40人枠を外れる形で、AAA 級スクラントンウィルクスバリエ配属された。10月5日に FA となった。2016年11月19日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年の開幕をプル a 級ナッシュビルサウンズで迎えたが、 その後もメジャー昇格はなく、7月13日に自由契約となった。2017年7月26日、マイアミマーリンズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級ニューオーリンズベビーケークスに配属された。ありがとうございます。